おラリアット、ここもかわした。おラリアット、これもかわす。さあ、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 ラリアット、これもかわす。おかしい、おかしいな。おかしいぞ。おかしいぞ。打ってないぞ。どっちか打とうよ。怖がる。さあ、あんたここで。おお、投げるぞ。おお、さあ、ブレーマスター、ブレーマスター。これも耐えた、耐えた。あ、逆に投げるよ。これも耐えた。これも耐えた。これも耐える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 。おかしいな。え、おかしいな。どっちも踏ん張ってないな。大丈夫だ。息が合ってるような合ってないような大丈夫か。あ、あれはなんだから。地獄好き。あのアブドーラザブッチャーの必殺技地獄好きを磨ってきました。さあそして首投げから。お、なんだなんだ。よし。師匠お願いします。涼もうと思って。喫茶店に行ってる男がいたんですよ。なーにーやっちまったな。男は黙って松代大本営。男は黙って松代大本営。今だいぶ飛びましたね。もう今もうポコチンがですねテンパっちゃってますね。今ので良かったの、今ので良かったの、ダメでしたって。もうすごいですね。それはあの試合終わった後にやってみます。さあ綿密な打ち合わせをしております。耳元でささやいております。あ、なんだ、何もしないでタッチするの。打ち合わせ通りなのか。さあクールポコチンが起こしたのをまた倒して、さあ足を攻めていく。さあこれは足4の字固め。さあがっちりと決まっていく足4の字固めですね。フィギュア4レッグロック。さあここは逃げることができるか。さあ小次郎じりじりと、さあサードロープ池が届きました。プロレスというのはですね、ロープを使うなら、技を取らなきゃいけないっていうですね、こういうルールがございます。さあ強引に起こしていく。さあ行くぞ。はい、はい、手話を要求しました。世界の篠塚が何をする、何をする。さあ対角線上に突っ込んで、あーっと迎撃された。まだ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 いける。セカンド篠塚、大丈夫。へこたれない男、セカンド篠塚、あっと迎撃。まだ、まだいける、まだいける。そう、やり押しをされると、いけるいける、セカンド篠塚。さあ、行く、はい、迎撃。まだいける、拍手、お客さんの拍手が止まらない。お客さんの拍手が止まらない。いっぱい分かっております。さあセカンド篠塚の技が見たいぞ、技が見たいぞ。さあセカンド篠塚、セカンド篠塚。さあいった、おっとここはこれも迎撃。さあセカンド篠塚、セカンド篠塚、いける、いける、いける、きっといける。あ、なんだなんだ、お頭がいい、頭がいい。あ、足が折れたところで、あー迎撃。うーん、当たらない。セカンド篠塚の技が当たらない。さあここだ、ここだ、ここだ。さあセカンド篠塚、ここはうまく足を取って、おーっとその足を攻撃する。さらにさらに、さあ場外から足に向かって、さあスライディングキック。さあ決めるぞと、フェイスロック。さあぐいぐいと顔を締め上がるフェイスロック。あのすいません、すいません、お尻向けてる。お客さんがお尻向けてる。違う、逆逆逆、お尻じゃなくて顔をお客さんの方に向けないと
泣き合ってるかもわかんないし、わいい、分かった、こっちいないんだよ、皆さん、ごめんなさい。はい、もう一回、もう一回、はい、さあ、よし、フェイスロック、フェイスロック、買おうってそういうことじゃない。あ、違うな、あれおかしいな、違うな、あの、やられてる小次郎の顔を、ね、小次郎の顔をお客さんの方に見せるっていうね、あのやられている、痛い痛いってなってる顔を見せないと、やっぱ小次郎の顔を見せるってそういうことじゃない、そういうことじゃないな、ああ、分かんないかな、かなり聞いたけれども、聞いたけれども、あっと、そしてここで終わった、いきなり、突然やったから、ごめんね、あもう一回、はい、説明する。はい、小次郎がジャンピング2をやったら必ずコーンってやりますので、はい、いいですか、お客さん、すいませんね、お願いします。さあ、小次郎がジャンピング2からの、はい、コーン、やった、やった、もう少し、もう少し、ああまだやってない人がいるみたいですよ、すいません、よろしくお願いします。はい、ジャンピング2からの、はい、コーン、これで今日もね、美味しいビールが飲めますよ。さあ、そしてジューシーサンダーランチョ、お、ドーミン飛んで、あ、テンプのドロップキック、お、さらにさらにニュートラルの方に駆け上がりました、飛びますよ、意外といっぱいかかっております。さあ、ゴム鉄球、やめろ、
鉄のゴムの先に重さ5キロの鉄球がくくりつけられております。そうやってみてください。さあ引っ張りたいよっていう人、引っ張りたいよっていう人、いい笑顔してんだ。はい、引っ張りたいよっていう人、これですね、非常に縁起がいいと言われております。ね、これ引っ張るとですね、とてもいいことが起こります。本当にいいことが起こります。引っ張ってくれた子たちだけにいいことが起こる可能性もあります。やだ、皆さんにいいことが起こる可能性もあります。もうとにかく引っ張ってあげてください。次、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 明日祝日になると思います。いいことが起こりますね。さあ、そしてさあ、今の攻撃で